ラブ FM さっきね、飛行機到着しました。福岡に来ました。約1年ぶり。あ、そうだね。そう。ツアーぶりで。だんだん嬉しすぎる。今からキャンペーンということで、ラジオに出演させていただきます。はい。楽しみだ。めっちゃ楽しみ。そう。お久しぶりですね。はい。昔ね、ラブ FM さん、出演させていただいたことは実はあるんですよね。そう、あって、あのこの場所を見て、懐かしいねっていう話をしてました。ね、またこうして出演することができて、とても嬉しいです。今日さ、話変わるのにさ、めっちゃ天気そう、今日超雨予報で、今日傘までも持ってきて、できたのにめっちゃ晴れてる。でも嬉しいよね。ね、よかった。晴れ女の方が関東はね、ずっと雨だったもんね。ね、そうなの、最近そうそう、そう、だから多分晴れ女の私たち、はい、ということで頑張ります。頑張りそう。ハンドスピナー回るようになった。ね、さっき回るようになったんだよね。そう、タクシーの中で、これ壊れたかも、やばい、取れちゃう、取れちゃうって言って回した瞬間、楽しい。昨日おもちゃが増えた。可愛くない？可愛い。はい、バイバイ。バイバイ。頭にも金目からヘアアックス。金目からちょっとカラーにしました。私金目とヒヨリンで呼んでいいですか？あ、お願い、もちろん。よかったね、かなり。皆さん、見てください。すごい。体で下側のプリン、プリン、プリン、やった見てください、皆さん、じゃじゃーん、元祖博多明太ジュース。イエーイ。カナミンがずっと言ってたの、もうずっとずっと食べたかったんですよ、これ。やったー、いただきます。ちょっと時間がない。長年の夢かも。やったね。うわ、じゃじゃーん、肉だ。すごい。うわー、すごい。ひより1年ぶりの再会。いいかなみの部屋に突撃したいと思います。辻野様、辻野かなみ様。あ、聞きたいです。はい、辻野様ですか？開けていただいてもよろしいでしょうか？じゃあくつろいじゃおっかな。はい、ということで、かなみの部屋にお邪魔しました。イエーイ。今日はどうします？いらっしゃいませ。ベッド広いよ。ベッド広いね。ヒューネヒャクル。じゃあピューネヒャクル。今日の夜、今日はね、この後私がラジオ出て、でね、もう今日おしまいですから、ちょっとかなみんがラジオ出てた間は、あ、じゃあかなみんラジオ聞かないとね。聞いてくれる、聞きます。今日はお仕事終了、終了、お休みタイム。はい。すごいね、こんなゆっくりするのもあんまりないよね。ね、そう、意外とね、今回ゆっくりめのキャンペーンで、はい。もう私はね、ショック。何？キャリーバッグが初めて、あ、飛行機に乗せたら汚れました、汚れちゃう。ちょっとね、まあ、日和りのやつはさ、何年も使ってるから。でも家帰って拭けば治るかなと思う。傷とかじゃないから、そう、ギリギリいけそうな気もする。まあでも絶対汚れるとは思ってたんだけど、そう、なんか、なんかつきやすい素材っぽくない？そういう黒いやつが。つきやすいのかね。かなみの新しいキャリーバッグ。ショック、ショッキング。でね。博多の塩。あ、明太獣の感想はいかがでしたか？
でも美味しかった。なんかさ、明太子にさ、うん、なんか巻いてあってさ、昆布みたいなさ、ね、周りにあるよね。なんか、だしって感じ、なんだろう、すごい、すごい明太子、明太子だけじゃなくて、旨味もちゃんとあって、美味しかった。なんかそれにかけるタレとかもさ、うん、美味しくてさ、ちょっと、あ、そっ九州が甘い醤油なんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからちょっと甘めじゃない？うん、甘め甘め。醤油美味しかった。ね、あと、ひとかが美味しいって言ったプリン、うん、ついてる。あれも美味しかった。サラダも。うん、明太子のドレッシング。ング明太子、もう明太子。うん、明太子。きゅうりの。めてこピアの好きな食べ物は？ピアの好きな、何？どういうこと？何でもいい。抹茶。抹茶。ねえ、ひよりん、抹茶好き？抹茶好き。かなみんのこと好き？抹茶好き。好き。好き。何？急にどうしたの？急に何？確かめたくなっちゃった。そう、確かめたどっちが好きかなめっちゃ好きまた回します。はい、バイバイ。バイバイ。